でもそれでずっと目が良かったら20万ってめちゃくちゃ安いね。離婚まで考えてる。もう愛がないからなおさらかも。全部きれいに食べて洗ってくれるの？それめちゃくちゃいい旦那さんじゃん。すごそれってさ、なかなかしてくれる人いないと思うよ。洗って全部きれいに食べて、そうそう、そうだと思う。すごいよね、すごいことだと思う。から私それだけで、あ、明日も作ろうってなっちゃうかも。ね、だから無口な人なんじゃない？感謝してなかったら洗わないしさ、残すし、ちゃんとそういう、そう、不器用なんじゃないかな。感謝してなかったら洗わないよね。そう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 、それがそれでありがとうって言ってくれてるのかも。ありがとう、あ、いつも。ああ、人間って求めちゃうよね。ただ私の元彼でお弁当作ってあげたことあるけど、今まで洗ってくれた人なんて一人もいなかったよ。まあ美味しいとは言ってくれたりあったけど、洗わないよね。レバンドって作ったことあるけど洗わないよ絶対。いいんじゃない？口数少ない男の方が良くない？でも結婚するんだったら口数少ない無口の男の方が喧嘩も少なくていいじゃそうそうそう、何もなく残してたり洗わずありがとうもなかったら作りたくないけど。私はじゃあいつも美味しいお弁当ありがとうって口だけ言うよりも、まあ無口でも全部きれいに食べて洗い物してくれる方がいいわ。どっちかって言われたらそっちの方がいい。みんなそうだと思う。やっぱこう求めちゃうんだろうね、人間って。求めちゃうんだろうね、きっとね。いや、前も結婚なんてしたことないけど、最近は欠かさずありがとうって、つい最近いきなりなくなって、ちょっと多めに見たらいいよ。あとはこう仕事が忙しくってとかもあるんじゃない？なんか心に余裕がないとか。天空オラクル占いさん、高級猫か、ありがとう。ありがとう。ないものねだり、そうだね。また、そうなんだよね。なんか、羨ましいけどな、逆に。いい旦那さんじゃない。そんな洗い物してくれるような旦那さんと結婚したい前もいつか。だってさ、口では何とでも言えるじゃん。口では何とでも言えるけど、行動でし、口で言うよりも行動で示した方が良くない？ちゃんと行動で示してくれてるじゃん、それね。まゆちゃん結婚するとめっちゃ落ち着きそう。そうかも。そうだね。なんか人のために料理したいな。楽しそう、結婚したら毎日。だからさ、佐藤さちゃんとか楽しそでもあれで働いてるからすごいよね、佐藤さちゃん。キャバクラ働いて毎日あんな美味しいご飯作って、本当に24歳なの？ 23 歳だっけ？
すごいできた女性だよね。うん、期待し求めすぎるのも使いじゃん。うん、チャーハン一食、焼きそば一食、パスタドーンって感じの弁当する作るのやめるのはやめた。そうだね、だから息抜きも必要だからいいと思うよ。うん、スタジアム頑張りすぎて、 そうだね完璧な奥さんだね。そうそうそう、もうパーティーみたいな。私いつもやっぱ二品かな、作って二品彼氏に対して作るの。主なメインとスープかサラダかどっちかみたいな、うん、私でもね、ためない、私ためないね、ためないし、本当に一日経つと忘れちゃう、イライラしてたのが。だからそこもついていけなかったって言ってた。うん、細かくないし、寝て起きたら忘れちゃうから、喧嘩してても。そう、息抜きうまいっていうかね、息抜きしなくても忘れちゃうの。だから今年も結構いろいろあったけど、もう忘れたもん、怒りとかそういう辛かったこと忘れちゃうね、うん、自分をしっかり整理できていいと思う、うん、そうだね。てか自分に甘い。そんで休むときはやっぱ休むし、うん、あんまりこう思い詰めないかもしれない。で、山田くんとかすごいなって思う、ずっと配信やってて。でも今日配信やってなくない？山田くん、あ、やってるか、やってたわ、うん、やってた。もう根に持たない、根に持たれちゃう。多分それもなんかあれかもしんない。なんかね、その元彼に言われたのが、例えば喧嘩するじゃん、喧嘩しても次の日になってると、眉ってあっけらかんと元気にしてるから、それについていけなかったとかね。なんかこっちはまだその余韻があるのにイライラしてるとか、もうまた何事もないようになっちゃうのが疲れちゃったみたいな。そう、いいとこでもあるけど、だから人によってはなんか疲れちゃうのかも。うん、喧嘩してても忘れても引きずる方は逆に辛くなるんじゃない？そう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 、だからこれは相性かもしんないね。だって私も次の日になってもまたズルズル言われるのしんどいもん、逆に、うん、そう、本当に起きたらそうなんだよね。いいとこでもあるけど、たまに時に疲れるんだよ、きっと。とね、うん、健康的でね。だってそんなずっと考えてたらさ、イライラしたり病んだりしちゃうじゃんね。ストレスをためないようにうまく構造されてんだよ、うち眉は。羨ましい。女って根に持つよね。でも女性根に持つよね。いや、ちょっと男のかもしれない。
そう、男の人も根に持つ女っぽい人じゃない多分。あ、細かいやついるわ。でも、うん、細かい人いる、うん、私全く引きずらないね。全く引きずらない。全くっていうか、まあ、例えばさ、総理とかも、本当に去年やばかったじゃん。私本当総理のせいで30キロ何キロぐらい追い込まれて、配信外でも結構ひどいこと言われてたんだよね。でもずっと言うこと聞いてて、じゃないと服に合わせてもらえなかったりとか、ちょっとでも服を返してみたいなこと言うと、もう合わせないとかね。もうずっとやばかったよ総理。着信音で、ゴミ消えろこのクズとかで、雑談タヌキでも書いてるじゃん。相当総理やばかったんだよね。でも今仲いいじゃん。なんか忘れちゃうんだよね、あん時の辛かった気持ちとか。うん、そうだよ。だからこいつら本当は喧嘩してないんじゃないかっていう説もなんかコメントであったけど、本当に私が忘れちゃうだけ。まあこれ総理もそうなんだけど、だって総理だって自殺しようと、まあ自殺する気ないだろうけど、それぐらい仲悪かったからね、うん、浮気されてて謝ったら引きずらない。あ、そういうのは、なんつうの、そういうのは引きずっちゃうよ、うん、なんか未練とかでしょ。そういうのは結構ね、あれ眉はね、あるタイプだ。元彼氏も監禁したことあるしそうだね、引きずるよ。引きずらない人もいるけど、基本引きずるんだよ本当は。何ヶ月か。でもそこもやっぱ男のなんだと思う。男の人の方が引きずるじゃん。だからそういう原理かな。ね。まあたくまくんとは終わったけども、うん、いや私が監禁してたのって23とかだよ。23、22、23かな。うん。もう仕事以外もう外出ちゃいけない。出勤以外出ちゃいけない。でまっすぐ帰ってきて、うん、あ、やんちゃさんありがとう、初コメント、うん、あ、ありがとうありがとう。サンドイッチした時は傷ついてた。その時はそんなことを、もう傷ついてたとは思うけど、もう自分に集中してた、うん、なんかここで頑張らないとみたいな。ゼロワンのこと引きずってた。引きずってた時もあるかもしれないけど、ただね、いっぱいいっぱいだったね。総理のこととか、あの時は福ちゃんのこととか積み重なってたね。うん、マヤ好きなのとほとんど好きだね。あ、全部投げてくれたの、ありがとう。どうなんだろう、わかんない。自分でもね、何考えてるのかわかんない時ある。この人のことどう思ってるんだろうって分かんなくなる時あるよ。あのね、ほんと病気だから、あの大好きって思ったら大嫌いってなっちゃったりするから、もういい別れる、もう嫌いだわってなっちゃう、うん、あちゃん頑張って、いつもありがとう、うん、それが私ね、あの激しいんだよね。大好き大嫌い、あさって大好き、しあさって大嫌いが結構ねやばいんだよ。病気だと思うマジで。
あ、でもなんかもうその大嫌い大好きあーみたいな、うん、確かにそうなんだ。前が変とかじゃなくてみんなそうなのかも。じゃあ歌詞があるってことは。でもなんか眉が多分今後そんな恋愛してもなんか引きずらないと思う。なんでかっていうとなんかこうなんつうの集中なんかこうここにいっぱい眉のこと好きな人と会話できるじゃん。なんかねやっぱこっちの方が大切だからかもしんない。あの時それ感じた。うん、私も大好きになるとそうなるね。だ次恋愛したら同棲しようかな。同棲したら落ち着くかもしんない。同棲したら、うん、大切なものはたくさんあるといい。そうそうそう、分散できる。そう分散できてるからなんかそんな最近あの落ち込んだり してないね。だから今月もいろいろね、先月も嫌なことあってもやっぱすぐ忘れちゃうの、忘れてんのってみんなのおかげだと思う。同棲したら別れた時余計に寂しくなりそう。つかあれだわ、福ちゃんとハニーちゃんが戻ってきたから寂しくないんだわ寂しくないよ。全く寂しくない。だからよくないよね。だからすぐ別れられちゃうんだよ。別に寂しくないからさ、よくないんだよ。ペットって幸せだけど、いや存在でかい。だから自分の子供だもんね、うん、子供家族前にとって。そう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 だね、そうだね、そうだ。あとやっぱ年を取るとだんだん人間って臆病になる。恋愛とかにあんまりこう好きになっちゃってもなんか、まあ、うまくいかないかもとかさ考えちゃってね、うん、そんなに気が紛れるんだった。でもやっぱ今期の遅れちゃうよね。私多分勝ってなかったら もうここにいないかもしんない。そう結婚してからだったらいいかもね。結婚してからいくけ。クイズは18日ですね。18日、18日だからどうしよう。だから明日外国人が泊まりに来て明後日帰ってもらうしかないな。帰ってもらうしか、うん、そう。もうおねむだね。なんだかんだ乾燥したんだね。整形しすぎも結婚影響しそうな。整形すると婚期遅れる？それ聞いたことない。それ聞いたことないけど、うん、外人さんどこと、多分今渋谷に泊まってんだと思う。渋谷だ。どうしようかな。明後日
え、なんか打ち上げとかあんのかな。打ち上げとかないんだったら、まあ、外国人の人うちにお留守番してもらってもいいけど、うん、明日夕方に来る、夕方予定では、まあ、ちょっと連絡してみる。うん、福ちゃん、もうじゃあしょ、まあ、よかったら明日見に来てね。あ、てかあれだわ、年末ジャンボもついでにやろう。年末ジャンボ、え、明日はね、まあ、手巻き寿司でもいいけどラーメン食べてほしかったんだよ。チャーシューも作ったから、うん。じゃあ皆さん感想なんで、そう、いやでもさすがにお留守番ってなると物とか減っちゃったらどうしよう。そこまではまだ、そこまでの信用はないな。じゃあ皆さんまた明日、多分ね明日夕方に来るから夕方前に配信つけると思う。夕方前に